ヶ浦の季節あの景色を多くの方に見ていただきたいということですね。でしかもお食事を楽しみながら見ていただきたいということなので、霞ヶ浦の見えるところを大きく窓を作りました。さんのコシヒカリを使った、あとは店内にある商品を、取り入れた卵かけご飯ですとか、付け合わせには、まあ、店内に販売している、お漬物ですとか、佃煮ですね、そういったものを加えて、多くの方に、食べたことがない方にも楽しんでいただけるように、取り組んでいきたいと思ってます。新しくなりました行方市観光物産館に皆様で一度訪れいただきたいと思います。スタッフ一同お待ちしております。